いよいよ誕生日の朝です。6月15日朝7時、何やら口をもんもんさせています。これは食べているのかな。ここ最近の調子は自分から進んでご飯を食べようとしないおーちゃんなので、こうやって口が動いていれば安心です。ところがその後あまり食べないようなので、人参の袋を開ける音をさせてみました。するとこの反応、おや？おーちゃん人参食べるかな。おーちゃん、おーちゃん、おーちゃん人参食べ、お、すご、一個食べたような気がする。今一個取ったような気がするけれども、おーちゃんどう、人参食べる？おーさま食べた、取った。前歯がないので一つの人参を食べるのにも随分時間がかかります。何度でも何度でも何度でも噛んでいます。でもこうして食べてくれることが本当に嬉しい。自分で食べることを忘れてしまうんじゃないかと心配していたんです。さてこの人参全部食べちゃうでしょうか。ちなみにこちらのペレットは3粒しか食べてないし、ジモシーもあまり減っていません。そうだ、大事なこと言わせるさ、おーちゃん。誕生日おめでとう。ねえ、おーちゃん。ついに15歳になったね。すごい。15歳なのに食べてます。自分から進んで食べています。ジョイジョイのね、ドクターが、ねえねえに言ってたんだって。これだけ食べるんだったら、甘えてるんじゃないですかって。そうなの、おーちゃん。実は、すりおろしりんご入り、ペースト状のペレットは、なんで食べるかっていうと、そうじゃないものを食べなければ、ママたちがそういうものを作って、手から直接、食べさせてくれるということを学んだからでした。ということは、おーちゃんは大好きなママたちに甘える、甘えたい甘えん坊だということが判明してしまいました。当たりでしょうか、おーちゃん。少し解説します。すりおろしたリンゴでペースト状にしたペレットを指先につけて食べさせるとモグモグと食べます。その動画を見たドクターの見解が、甘えてるんじゃないのでした。おーちゃん、もしかしてこれ当たり？眠りながら食べてるでしょ。おーちゃん時々眠い眠いになりながら、なんだか時々うとうとしながら食べてるようなシーンもありました。ところで調子よく食べているので人参の量を多めにしてみました。これが全部なくなるまで食べてくれるかどうかは分かりませんが、とりあえずあげてみます。噛むのがとてもゆっくりなので早送り。この時間を利用して我が家のウサギの世話について少し喋ってみたいと思います。まずはトイレができなくなりました。トイレの区別ですね。だから今はこのような風呂上がりマットを3枚用意して、そこをトイレ状態です。どのマットでトイレしてもいいのですが、だいたいケージの中でするみたいです。それを世話をする人たちが毎回洗っています。全部で3枚を使い回しています。汚れたら綺麗にするっていう感じですね。だからほとんど汚れていません。ご飯はペレットが5種類買ってあって、それを数グラムずつ混ぜて与えています。チモシーは2種類、そして一時大好きだったそばみ、自家製の乾燥野菜はたくさんあります。
全部完全無農薬のところから集めたものなので、それが安心です。タンポポ、ハコベ、大箱、ビワ、そして人参ですね。我が家が生のものを食べさせないのには理由があります。それは生のものを食べさせるとお腹が緩くなってしまって、ドロドロうんちになってしまうんです。すると肛門が詰まってしまったりして何も食べなくなってしまう。そのことを防ぐために乾燥させたものを食べさせることになるんです。なお、食べた量のグラム数は必ず記録しています。ところでごちゃん、結構食べたね。あれだけたくさんあったのに。お誕生日おめでとう。15歳。